さあ始まりましたヤングタレントショーケース、こんな若手がいたなんでです。どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。司会を務めさせていただきます山田です。よろしくお願いします。はい、こちらはですねクリエイティブ業界で働くアンダー35の個性的な若者に光を当てるコーナーとなっております。さまざまなジャンルのメンター様と共にその才能の発展の仕方だったりお仕事への生かし方だったりを議論していく、まあ、15分なんですがコーナーとなってきております。そしてメンターは引き続き佐久間信之さん、よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。はい、続いて沢本義光さん、お願いします。よろしくお願いします。はい、1個前はジャグラーの方が出てきてましたね、はい、うん、もう広告を好きになれと言って、そう、広告を、まあ、好きになれっていうか彼に広告が必要ないんじゃないかっていう疑念がまだ取れないんですけど最初そこから入りましたね、はい、はい、みたいな形でアドバイスいただきました。で今回、はい、今日最後になります。はい、はい、ということでもうご紹介させていただきます。今回ご紹介させていただくのはこの方、バズり続ける発明家は何を目指す、ユーモヤさんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ユーモヤさんは本名ではないですよね。本名ではなくてハンドルネームで、ハンドルネームでツイッターの名前ですね。ツイッターをやられてるということで、はい、じゃあもう早速緊張されてますか？あ、察してますねちょっと固くなっておりますが、もうプレゼンをじゃあお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はじめまして、ただいまご紹介に預かりましたユーモヤと申します。昨年まで大学生で、現在は面白法人カヤックという会社でウェブエンジニアをしております。はい、そうですね、僕はさまざまな技術で、まあ、ユーモヤっていう名前でさまざまな技術で発明して、ツイッターで次々とバズる Z 世代の発明系クリエイターです。早速ですが、とっておきの制作物をいくつかご紹介いたします。よいしょ。まずはじめに無限バンクシーという作品で、バンクシーという海外のアーティストさんがなんかそのオークション直後に絵が裁断されるっていうニュースあったじゃないですか、うん、あの瞬間を無限に再現できる装置です。こうオークションハンマーを叩くと絵が裁断される。でオークション逆から叩くと戻る、元に戻るんですね、っていうこういう装置を作ったりだとか、あ、本当俺もあるありがとうございます、はい、っていうのを作ったり、あと他にもツイッター中毒をやめられるかもしれないおもちゃっていう、こういうガジェットを作ったりしました。ツイッター虚無なのにどうしてもやめられない、そんな時はいや、いいですねっていう、こういうおもちゃのツイッターっていうガジェットを作ったり、はい、他にも一人称ブロック崩しっていう VR ゲームなんかも作りました。ブロック崩しって昔ながらのゲームあると思うんですけれども、はい、それの跳ね返す側の視点で遊ぶっていう VR ゲームです。こう上手いとだんだんボールが増えていくんですけど、それを跳ね返してくる。大変。そうなんですよ、めちゃめちゃ大変なんですよこれ。こうなってるんですねシュール楽しそう、これね、面白そう、めちゃめちゃ大変になってくる。で最後もう転びそうになるっていうこれバズって、朝の番組で安住アナウンサーとか、これさっきのですか？あ、そうです、スッキリで、加藤浩二さんにも体験していただいたりしました。最近ですとサービス、ツイッターっていうサービスが X に変わってしまったの で、会話にツイッターが含まれていると X に訂正してくれるマシンっていうのを作りましたツイッター X、 すごい勢い。ツイッターは面白い X、 ツイッターで X、 イーロンマスクに届きそうです、ね、っていう、いや面白いですね、これ10万いいねもされてますはい、他にもウェブサービスなんかも作っていまして、
この単語が無限に流れ続けるだけのサイト、ワードカスケードっていうのも作っています。これ眺めてると企画とかアイデアが思いつきやすいということで、たまにテレビマンなんかも使っていただいているという噂は聞いたことあります。はい、他に、仕事っぽい感じで言いますと、おしゃべりひろゆきメーカーという先ほどブランデッドコミュニケーション部門のシルバーとグランプリいただいたんですけれども、っていうのを携わっていて、これ高校の仲間と立ち上げから参加している声フォントっていう AI ベンチャーで作ったものでして、はい、でそこでウェブの実装とバズ化、どうやったらバズるかみたいなところで担当したんですけれども、どういうのかっていうと、まあ、テキストを入れてなんか喋らせたいテキストを入れて動画生成っていうのを押すと、なんだろう、嘘つくのやめてもらっていいですかっていうひろゆきの AI 音声が喋って、それを動画ツイッターシェアできるっていうのを作って、でこれもめちゃめちゃバズってですね、ツイッタートレンド1位だったりとか、投稿ツイート3日で5万だったりだとか、もう軽い社会現象みたいな感じになりました。はい、でまあこんな感じでいろんなものを、幅広い技術とアイディアと実装力でいろんなものを作っているんですが、お悩みあります。あら、今年4月からですね、面白法人カヤックという会社に、まあエンジニアとして入りまして、こうおもろいの考えて実装して作っていくっていうのが好き、発信していくっていうのが好きだから、こういう広告系のクリエイティブ業界に入ったんですけれども、まあそこでですね、まあどうしても仕事の時間も減ってしまうというか、言ったりなんだろう、そういうどうしても時間減ってしまうっていう中で、お二人今回お伺いしたいのは、お二人ともインプットアウトプットをたくさんされていると思うんですけれども、そういった仕事と仕事以外のバランスの取り方だとか、それぞれの時間の使い方とか、そういったところをぜひお伺いしたいなと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ゆうもやさんからの、もう発明家だらけ。いやもうだから、つまり、はい、つまり悩みはないってことですあれ悩みない、どうでもいい悩みじゃないですか。いやだから本当の仕事の悩みはないってことですよね、はい、うん、グランプリも取ったしね。確かに、うん、あれ頑張ってください。いや終わっちゃった。いやでも今年から、それまではただ大学生だったんですよ、はいはい、今1年目。そうです、1年目で、もうこれからエンジニアで入っていますし、これから作りたいものを作っていくだとか、そういったちょっと広告クリエイティブの業界でどうやったらいいのかなみたいなところがありまして、まあでも1年目のその悩みは100万人ぐらいが悩むのことです。みんな悩んでる。そうそう、いかがですか。あの仕事と仕事じゃないところってどう分けて、概念として分かれてるんですか。やっぱり仕事は与えられた仕事をやるじゃないですか、でその中で自分で考えて、あこれ面白そうだなっていうものを作っていくっていうのはまたちょっと別だったりだとか、でもその今そのエンジニアの仕事の中で成し遂げたいことがあるのか、それとも面白いことをやりたいのかっていうのにもよるんじゃないですか。そうですね、面白いものを作りたいと。そうなるとそのどこも別に切り分ける必要があんまりないじゃない、仕事と仕事じゃないものを、面白いものをお互いに探していった中で、それが最終的に自分の仕事に結実するように結びつけていくといい話だから、あんまり切り分けなくてもいいんじゃないかなっていう。面白いことだけ探してりゃ別に仕事でも仕事以外のところでも、そうすると逆にストレスもなくなるしって思いますけどね。なるほど、納得してます本当に。なるほどっていう、佐久間さんが言うなら間違いないので、だからそのなんて言ったらいいんだろうな、本当の心底の悩みではないんだよ。あら、だから今もう始まって自分の作れる創作の中に時間を普通のなんかライスワークで取られるのがちょっと今ストレスっていうぐらいの話なんじゃないかなっていう、今浮かんでるでしょ、たくさんやりたいこと。そうですね、まあ、ある程度はありますけど。それって誰かに言ってる？は言ってないですね。言ったらできたりするんじゃない、なんか。あ、なるほど。多分抱えてるだけだとできなくて、やりたいやりたいって言ってると誰か聞いてたりするっていう、じゃあ会社とかのもういろんな人に行ってみるっていうところ。行って怒られる会社のそれって。いや全然全く。じゃあ言い散らかしたほうがいいですよね。でもその作ったベンチャーとの振り分けが難しいっていうぐらいの。いやベンチャーはもうほとんどやってない。あ、そうなんだ。
でもそしたらでもなんだろう、それこそもう一回成果は出してるから広告ではやっていけるぞ的な、ね、パフォーマンス出してるし、うん、あとそういう立場から自分こういう人なんです、何やりたいですとかっていうのを言いまくっていればいいんじゃないかな。なるほど、うん、そう思いますね。目指す姿はあれですね、そのラジテレビマンとして働いていたらいつの間にかラジオパーソナリティになってしまったみたいな、そういうなんか面白いことが起きていくみたいなのがやっぱり、うん、じゃあ俺の背中を見てもらってもう佐久間さんに見習う。いやでも俺も別に考えてたわけじゃなくて、はい、ラジオがただ単に好きだ好きだ言ってたらたまたま回ってきたっていうだけなんで、うん、だから本当にでもやっぱ知ってもらうことじゃないですかね。もうだクリエイターとしてはもうねこれで知ってもらってるわけだから、うんうん、あとは何が必要かって言ったらキャラクターを知ってもらうってことかなって気はしますけどね、うん、もうだってね才能も実力もあるわけだから、うん、佐久間さんどうやって周りにこう知ってもらうとかめちゃくちゃ自分から言ってたんですか、俺こういうことやりたいみたいな。いやラジオを聞いて面白いラジオを、うん、普通につぶやいてたら、はい、芸人にラジオでいじられ、とにかくラジオ好きなディレクターがいるっていじられるようになって、そんなにいじられてるんだったら一回遊びに来てくださいよって言ったら、まあ、その時のトークが面白かったっていうんですか、あーもう機会よっていうことなんで、その本当に別に好きがつながってるだけなんで多分ね、うん、あのやりたいことを世の中に出していけばいい、はい、っていうことなんじゃないかなと思いますけど、ね、なるほど、ありがとうございます。ということで、はい、もう かけました。かけて、はい、佐本さんかけてフリップが出たからフリップ書きました、はい、ありがとうございます。難しいですよねユーモヤさんみたいに、もうこっからやるだけってみたいな人に。そうですね、はいはい、では佐本さん、はい、フリップをもうなんか実は佐久間さんに続けて書こうと思ったけど、あの誰か見てるってもうね、うん、はい、もう見てるから、はい、うん、いやなんか意外とその何やりたいっていうのを言えって言ったのは本当そうで、うん、意外と言ってると誰か見てたりとか、うんうんうん、こういうのも誰か見てて、あじゃあって言ってその人から話とか来ると思うんですよ、うんうんうん、佐久間さんもあの僕結構前から佐久間さんと話とかしてるけど、はい、もうラジオ好きっていうのめちゃめちゃ公言されてて、たらある日いや俺ラジオやることになったんですよっていう、本当って思ったら急にこういう方になっちゃった。どういう方だから多分本当に周りに言い散らかしてた方が、なんか共感してくれる人いるんじゃないかなと思いますけどね。言い続けるっていうのも大事なんですかね、うん、はい、ゆうまやさんどうですか。いやもう言い続けます。お仕事お待ちしておりますご相談お待ちしておりますでももういろんなアイディアも発明家並みに、うん、もう令和のエジソンだぐらい言っちゃっていいんじゃないですか。まあ、結構大きいこと言うの得意そうだったからみんなちょっと薄々感じてますかね。そう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 、はい、自分の作品が一番ねすごい好きそうな感じでそれはなんかあの、うん、いいことだなと思います。はい、うん、ということででもなんかまとめるようですけど本当に、はい、あの結構今回見てる人の中でもあああの人っていう人いると思うから。そうなんですよ、うん、みんな多分ひろゆきメーカーなんて一回は多分今年去年ですかね見たことあるものだったので、うん、そんなものをこうまだ社会人1年目で作られてるなんて、うん、はい、いやそう思います。なんか俺100万再生とか1000万再生の動画を、はい、紹介したときに1000万再生してんだけどなと思ったら知りませんでしたってすごい来るから、やっぱ知らない人はたくさんいるんですよ、はいはいはい、バズったものでも、うん、だから言い続けて伝え続けてることはすごい大事だなと思います、うん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 、こんな世の中ですね。はい、ありがとうございます。ということでアドバイスなりました。 ありがとうございます。めちゃめちゃ楽しみです。頑張ってください、はい、一緒に楽しみです。お仕事できるかもしれません。はい、ということで以上ゆうまやさんでした。ありがとうございました。 ありがとうございます。はい、では本日のヤンタレは以上となります。明日は10時半からまたこちらのコーナー始めさせていただきますのでどうぞよろしくお願いします。では明日もご覧ください。ありがとうございました。